緑台駅は千葉県千葉市稲毛区緑町にある京成電鉄千葉線の駅である。駅番号は KS56 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。各ホーム間は校内踏切により連絡している。京成千葉線は京成本線、新京成線及び京成千原線との直通運転も実施している。駅ホームの案内表には 京成千葉線との直通運転の設定がない成田空港も行き先として表記されている。成田空港方面には京成津田沼駅にて乗り換えが必要となる。2020年度の1日平均乗降人員は5534人で京成線内69駅中第44位であった。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通り。 千葉大学西千葉キャンパス正門東日本、旅客鉄道西千葉駅まで約600メートルである。当駅を中心とする約半径1キロメートル範囲内には西千葉駅のほか、隣駅の西登戸駅があり、状況によっては徒歩での移動の方が早く到達する場合もある。駅北側の JR 総武本線を越えた先には千葉大学をはじめ多くの学校が隣立する。 文教地区が広がる。駅前には千葉大学生門に続く学園通りがあり、学生を対象とした学生向けのアパートが林立する。また安価な値段で食事を提供する食堂など、典型的な学生街を形成している。また、駅北側のマロニエ通りとして知られる区域は商店街となっている。駅南東側には駅前ロータリー交差点があり、 中央には前沢智作が千葉市に寄付したロバートインディアナの彫刻、ラブが置かれている。駅周辺の高台は別荘地として開発された経緯から高級住宅街となっている。駅南側には松林が点在し、海へと続く小道が現存するなど、埋め立て前の海岸線の面影を忍ぶことができる。また、国道14号、国道357号が通り、 千葉街道を越えた先からは、三浜区に入り、大規模な住宅団地や埋め立て地が広がる。敬愛大学稲毛キャンパス、千葉経済大学。ありがとうございます。